トホテル、岐阜長良川は、岐阜県岐阜市の長良川下半に立つ指ホテル。近鉄グループのトホテルズリゾーツに加盟し、近鉄トホテルズが運営している。地下1階、地上11階建てで、客室数は192室。客室は、スタンダードダブルスインパノラマスイートロイヤルスイートで、リバービューの各客室からは、 金華山の頂上に立つ岐阜城や日本三大清流の一つである清流長良川が望める。1300年の歴史を持ち、全国的に有名な長良川うかの観覧船乗り場も徒歩圏内である。長良川国際会議場に隣接しており、2階の専用通路で連絡している。外観デザインは屋形船、和山など、岐阜市の伝統的イメージを模し、 外壁にはタイルを用いて4枚1組でパターン化させ、長良川の水面の移り変わりを表現。ロビーの噴水には、長良川代表する鳥である宇の銅像を配するなど、随所に岐阜を感じるデザインを採用している。設計は、日建設計が担当し、出資母体を反映して、建設は竹中工務店に加え近鉄グループの第二本土木。 名鉄グループの矢作建設工業、共同企業体である。1995年7月15日に、米国マリオットインターナショナルのブランドである、ルネッサンスインターナショナル社と提携し、ギフルネッサンスホテルとして開業。開業当初から近畿日本鉄道と名古屋鉄道との共同運営であったが、2003年3月1日に、名鉄が、 ギフルネッサンスホテルの運営から撤退し、近鉄側の単独運営都市2004年1月からは、ルネッサンス、ギフホテルとした。また、運営会社の長良川メッセホテル開発は解散となった。近畿日本鉄道は2005年12月末をもって、ルネッサンスインターナショナル社との提携関係を解消し、近鉄グループのホテル事業会社、 近鉄ホテルシステムズが運営すると発表。2006年1月1日より、とホテルの名称を冠して、ギフトホテルとしてスタートした。なお、近鉄グループはもともと、長良果藩で、長良川ホテルを運営していたが、同ホテルが運営していた日本料理レストラン、海乱亭は、現在当たりホテル内にある。長良川ホテルは1969年に、岐阜市の要請により、 同氏が運営していた小規模ホテルに経営参画し、翌1970年にホテルを新築して開業したもので、1988年には新館も開業したが2000年に本館は閉鎖、新館も2003年に閉鎖した。また、名鉄グループは当ホテル以外に岐阜市内で岐阜グランドホテルを運営している。二千十九年四月のブランド再編で、 名称を、ギフトホテルから、とホテル、岐阜ながら側に変更した。ありがとうございます。